Spinner。 おはようございます。ケリーアンです。3月16日水曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。サウジアラビアが原油の価格を人民元建てに変更するかもしれない。ウォールストリートジャーナルによると、中国政府と交渉中のこの案は、国際石油市場でアメリカドルが支配的地位を築いていることと、アメリカとの安全保障上の取り決めに対するサウジアラビア側の不満を受けたものです。ヨーロッパの首脳がキエフに向かった。チェコ、ポーランド、スロベニアの首相は、ロシアが首都キエフに侵攻する中、ウクライナとの連帯を示すためにキエフを訪れました。アメリカのバイデン大統領も来週ヨーロッパを訪れ、NATO 首脳会談に出席する予定です。ロシアが欧州評議会から脱退。人権保護などを目的とする国際機関である欧州評議会は、ウクライナ侵攻を理由にロシアの除名をめぐる採決を実施する予定でしたが、ロシアはその数時間前に脱退を表明しました。これとは別に、ロシアは本日16日、ドル建てロシア国債の利息の支払い日を迎える予定であり、デフォルト、いわゆる債務不履行に陥る可能性があります。中国で新型コロナウイルスの新規感染者数が倍増した。中国の感染者数は未だに他国を大きく下回っていますが、ゼロコロナ対策により同国の経済ハブが弱体化する可能性があります。アマゾンによる MGM 買収はハードルを乗り越えた。ヨーロッパの規制当局は、e コマース大手のアマゾンがアメリカの映画会社メトロゴールドウィンメイヤーを買収する取引について、反トラスト法上の懸念は見つからなかったとしています。テスラが値上げ。アメリカの EV メーカーのテスラがアメリカと中国での値上げを発表しました。これより前に CEO のイーロン・マスクはインフレを原因とする原材料費への影響について警告していました。一方、フォルクスワーゲンは所有する EV ブランドの一部について、すでに今年の予定台数を完売しています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music でフォローしてください。 Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも先月からは、世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える新シリーズ、ポートレートオブミーがスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。ケリーアンでした。Have a beautiful day!